バッグかい。はい、こんにちは。工作室 K の K と言います。今回ご紹介するのはこちら。バッグかいです。あれ？想像してたのと違う？そう思った方、間違えてますよ。もしや、最近マスコットのように扱われだした体育座りをするクマみたいなやつを想像してませんでしたか？それは、バッグかい。今回作るのはアッグガイです。バリバリの旧キットですね。ボックスアートの背景には背後霊になったアッグガイが見られます。これは楽しみです。まずはすぐみから早速作っていきましょう。あ、旧キットなんで基本的にほとんどの箇所は接着です。もし作りたい方は接着剤を用意しましょう。今回仮組はマスキングテープで仮固定していきます。場所によってはニッパーが入らないところもありますね。店頭で見かけることがなくなった旧キットもネットなどで再販されたキットを入手できます。思わずポチってしまいました。機動戦士ガンダムに登場する機体なんですが、実は本編に出てこない幻の機体なんですね。アッグシリーズと言われるモビルスーツの一つですね。アッグシリーズとはアッグ、アッグガイ、ジュアッグの3種類を指しますが、このシリーズ自体アッガイからの派生モビルスーツという設定らしくて、デザイン的にも似たような部分が見受けられます。実際はアッグ、ジュアッグ、アッグガイのデザインを経てアッガイのデザインが決められたらしいんですけども、設定上はアッガイの方が先にできているということになっています。なんだかアッグがゲシュタルト崩壊しそうです。なぜ本編に出てこなかったかというと、初代のガンダムというのは打ち切りになってるんですね。そのため放送回数が削られたので、アッグ界がついに登場することはなくなってしまったと言われています。ただキットだけは発売されてまして、考えてみれば最も最初の MSV と言ってもいいかもしれませんね。ちなみにこのアッグガイはアニメ作品で初めて登場したのは機動戦士ガンダムダブルゼータで2話ほど登場しているらしいです。ファーストの時代の機体がダブルゼータの時代でも活躍できるのかという疑問はなくはないですが、当時のガンダムファンを自認する人々は驚いたでしょうね。さてキットですが、まず目を引くのがこの大きな目ですね。初代ガンダムはスーパーロボットとリアルロボットの間にあるような作品です。当時のびっくりドッキリメカの流れを組む異形な形状は、こちらが悪役だよという分かりやすい主張をするために必要だったわけです。後に完全懲悪とは言えなくなったガンダムの作品の中では、もう見ることができないような分かりやすい悪役メカですね。そして腕から伸びているのはこの電撃ムチですね。これで相手を攻撃するわけです。設定上はこの部分は乾燥できて、ズゴックのような爪を装備することができたらしいんですが、このキットにはムチのみ付属します。さて仮組が完了しました。可動を見ていきましょう。足の付け根と腕の付け根にはスイングする可動関節があります。それ以外は全てロールです。さすがにこれだけだとどことなくコミカルな動きにしかならない気がします。ではこれから改造していきましょう。まずは足から。本来足首は接着して固定する構造になっていますが、ここにボールジョイントを仕込みたいと思います。足首が稼働するための隙間を作るために、足を張り合わせるときに2ミリのプラ板を挟み込みたいと思います。大体の大きさに印をつけて、まずは大まかにカットします。これを片側に貼り付けて、今度は内側の空洞になる部分をカットしていきます。これも大まかです。どんぶり勘定大好き。反対のパーツを貼り合わせますが、これも目分量です。厳密には正確に位置を合わせる方法もあるらしいのですが、こちらのチャンネルではあんまり手間をかけずにざっくり作って楽しめる
お父さんのための動画作りに取り組んでおります。周りを削り込んでなじませていきます。今度は中にボールジョイントを仕込むために台を作っていきます。細かいプラ板を適当に詰め込んでいきます。反対の足も同じようにしていきます。これで2ミリ足の幅を広げられました。足の裏の平面はパーツの引けが大きいのでパテを塗って乾燥させます。改めてパーツが干渉しそうなところを削っていきます。ピンバイスで穴を開けボールジョイントを突っ込んで完成です。今度は足首の上にあるすねの部分ですね。あまりすねには見えませんが便宜上そう呼ぶことにします。さっき足首のパーツを左右に1ミリずつ合わせて2ミリ増加させましたが、今度は前後に少し縮めました。足首のジョイントの対になるパーツを取り付ける必要があるので、中にプラ板を入れて一つの塊にします。そこにピンバイスで穴を開け、関節パーツを取り付けます。ここで焦ってはめちゃうと、ボールジョイントが外れなくなるんで、塗装が終わるまで気持ちをぐっと押さえていきましょう。次は腕ですね。肘の部分は本来ロールのみですが、この部分を切り飛ばしてボールジョイントを仕込んでいきます。上腕にピンバイスで穴を貫通させて、その穴にボールジョイントを刺します。ロール軸を切り飛ばした後の腕の断面部分に収まるようにプラ板をカットします。そのプラ板の中央あたりにピンバイスで穴を開けます。そこにボールジョイントの軸の部分を刺します。この状態で腕に接着します。これで軸の長さ分だけ腕が伸び縮みします。次は首ですね。ここもボールジョイントではなくてですね、別の関節を仕込みます。多分頭が大きすぎてボールジョイントでは大した可動にならないと思うんですよ。ボディーパーツの中で可動に障害になりそうな箇所をあらかじめ削っておきます。元々の回転軸を切り飛ばしてパーツ内側にプラ板を何枚か貼り付けます。この中央にピンバイスで穴を開けてランナーを適当な長さに切ったものを刺します。その先にはスイングするポリキャップをプラ板で固めたものをつけてあります。これをボディ内側に貼り付けて首の可動の完成ですね。首を前に倒した時に襟の部分が空洞が丸見えになるので適当にプラ板を貼って接着します。そこにランナーを適当に切ったものを貼り付けていきます。ちらっと見えた時に内部メカか何かに一瞬見えるかもと思いましてやってみました。細かいところはサーフェイサーをペタペタ塗ってごまかします。こんな感じでしょうか。さてボディをはめ合わせます。肩と足の付け根はロールのままなので挟み込んで接着します。ここからいよいよ塗装ですね。全体にサフを吹いていきます。今回このサフ以外は筆塗りでいきます。サフが吹き終わりました。では色をのせていきますね。基本的には1回で塗り終わろうとしないで何回か塗り重ねるつもりでいきます。なので最初の色塗りではムラなどは気にしません。とにかく一通り色が乗っていることが重要なのではみ出しても構いません。次に他の色を塗った時に上から塗り重ねればいいので徐々に正解のラインを出していければいいかなと思っています。こんな感じで塗り進めていきます。上から塗り重ねると言いましたが、この隠す力のことを隠蔽力と言います。色によってこの隠蔽力は違うので注意が必要です。1回で下の色が隠れる場合もあれば何回も塗り重ねしてようやく下の色が消えるなんてこともあります。今回で言えば白の塗料が隠蔽力が弱くて何度も塗り重ねをしました。私の場合頭のように入り組んで面倒くさい塗装箇所は基本的にパーツの内側や細かい塗り分けが必要な箇所から順に塗っていき、はみ出した箇所を隠しながら
外側に向かって塗っていきます。はい、これで塗り終わりました。可動はこんな風になっています。頭は前後に大きくうなずけます。もちろん回転もします。腕の関節は少し伸縮ができるので、少し伸ばすことによって干渉を避けて曲げることができます。足はあらかじめ股関節のカバーを削ってあったので、これだけ大きく動けます。そして膝と足首にボールジョイントが仕込んであるので、それぞれ稼働します。ポージングの際の接地感が上がります。スタイルを見ていきましょう。関節をいじることでわずかですがイケメンになった気がします。Q キットめちゃくちゃ楽しいです。昨今のキットにはない不親切さがたまりません。いくつか Q キットを買いましたので、ちょくちょく作っていきますね。今回も大満足です。ではまた。もしこの動画が気に入ってもらえたら、チャンネル登録、いいねボタン、コメント投稿よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。